ムアンサムットソンクラーム軍は、大中部、サムットソンクラーム県の軍である。サムットソンクラーム県の県庁所在地でもある。旧称、スワンノーク、メイクロオーン。サムットソンクラームとは、海の戦争という意味である。アユタヤ王朝時代、現在の中心地であるサムットソンクラームは、スワンノークと呼ばれており、ラーチャブリー県の領域の一つだったが、トンブリー王朝時代に、 ラーチャブリーから分離し、メイクローンの町が設置された。軍としては1897年成立し、ロムトゥワンと呼ばれモントンラーチャブリーのコントロール下に置かれた。1900年軍長はバーンプロックと呼ばれる場所に移動し、軍は1917年バーンプロックと呼ばれることとなった。軍長はその後タムボンメイクローンに移動し、名前をメイクローン軍と名を変えた。その後 タイ政府の県庁所在地は、県と同じ名前を持つべきという政策によって、1938年、ムアンサムットソンクラーム軍と名を変えた。1964年には、軍長はタムボンメイクローンの英カチャイ通りに面している。ドーンホイロート市は、バンコク湾に面しており、メイクローン側の河口に位置している。海岸にはドーンホイロートと呼ばれる、マテガイの仲間が群生するさすがある。 このサスは2001年からラムサール条約で保護されている。国鉄メイクローン線の終着駅のメイクローン駅がある。同駅からメイクローン線を西方に延長し、国鉄南本線と接続する計画があったが実現していない。道路は東西に国道35号線が東西に伸びており東にサムトサー高方面。 西に国道4号線方面に伸びている。国道325号線が北に伸びており、ダムヌーンサドゥワック方面に伸びている。軍内の主な産業は農業と漁業である。農業ではここヤ市などを生産している。市は11のタムボンに分かれ、さらにその階に87の村がある。市内には一つの停車バーンがあり、以下のようになっている。また、 市内には銃のタムボン養成隊が設置されている。ありがとうございます。